本日の動画は、はい、どうも皆さんこんにちは、アベルサスです。というわけでザメザゲームやっていきましょうということで、やってきました、4月1日。いや、あのさ、俺これ思わず笑っちゃったんだけど、最初の起動のやつ見て。いや、そのね、さっきまで僕あの配信してたんですよ。もうこれ4月1日になった瞬間です。今4月1日には0時53分です、収録時間で。ちょっとザミザゲーム軽くやってから寝ようかなって思ったら、ちょっとなんかね、もうとんでもないことになってたね。早速見ていきましょう。4月1日限定イベント、ザミザクエスト導く彼氏4人の怪盗たち開催プラス、星子ホドム山村カレーが確定、1日限定山村カレーでオンリーセレクトガチャ開催プラス、セットアップ、あ、ステップアップガチャの新しいイベントのやつがあるんですけども、まあすごいね。ガチャから見ていきますか。まず、こちら星子ホドムが1枚絶対確定ですと。で、優勝神楽崎で、10回行くことができるガチャとなっております。一部の期間限定星5フォトメモンサイト登場するので、星、山の方のフォトメモンゲットするチャンスですということです。まあ開催期間がこのな間でゲットできるやつが、乙女隠れ賞、カラオケ初夏の T シャツ、サバイバル訓練、七夕ワンピー、浴衣と松江、大月結び、バトルハロウィン、ブラブラみたいな感じになっております。まあ今までのやつ全部です。はい、すごいな。ここからが本題ですね。エイプリルフール限定の1日限りのイベント、特別イベントであります、ザンビザクエスト導かれし4人の怪盗たちを開催いたしますというふうなことになっております。限定ストーリーをお楽しみいただくというイベントですね。なんでイベントステージをどんどん進めていきましょうというふうな感じになっております。順位にかかわらず一律同一の報酬となりますというふうな感じなので、まあ特に関係ないよみたいな感じですね。ということで実際見ていきましょう。もうこれはね、もう見た方が早い。イベント、まあイベントっていう風なことで言われてますけど、まあ、さっきね注意書きにもあった通り、イベントポイント的なやつはもう特に順位も特に関係ない。何にも関係ないやつらしいです。イベント限定ステージをクリアして、インディゲートストーリーをクリアしよう、魔王との坊さんとの4人の中でのオリジナルストーリーと。ちょっとこういうね、なんだろう、ちょっとしたやつ出してくれるとすごい面白くて俺好きなんだけどね。というアイテムを交換という風な感じで。ここもここもこんな忠実に再現すんの、そんな。そんなですか。イベント探索やっていきましょう。クエスト1始まりの旅路、いろいろやってみますか。ちょっとね、俺気になる、これはね普通に俺気になるんだ、だからやっていきましょう。王とはあえて外して、はい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 。だってこれ俺ザンビと全然戦わないんだけど、2戦闘で2回戦闘でもう大丈夫なの。あ、しかもまあまあクエスト1だからね、弱いのはまあ仕方がない。いやでもこれまさかね、いやなエイプリルフールイベントって、まあそのどのゲームもいろいろなんかやるんですよ。まあなんかちょっとしたお遊び的なねやつやるんですけど、まさかこういう風にやるとは思わなかったです、僕は。ちょっとびっくりします、知ってます、はい。という感じで、まあよく思いついたな、まあ、1万3 そんなにゲットできる。これクエストいくつまでんの。いや、しかもこれよくよく見たらこれスタミナ1やん、スタミナ1って。これとんでもないぞこれ。まあこれね、何度も言うように、これは順位は関係ないですからね、順位は関係ないんで特に何もしなくてもいいとは思うんですけど、いやーんー、何なんだ本当に。いや、もうなんか逆にこういう風に振り切ってやってると面白いですね。俺は好きだわこういうの。しかもガチャもね、なかなか10回限りの、まあ優勝神楽崎限定ではありますけども、まあその斉藤飛鳥さん推しの方はぜひやられてみてはいかがでしょうかっていうね内容なんですけども、しかもこれ短縮ルートもあるしな、それもまた面白いな。ちょっとこのイベントマジで、え
まあそのイベントのねその報酬みたいなのはちゃんと出るっぽいので、まあ、やっておく分には全然いいんじゃないかなとも思うんですけど、ここまで振り切ったもの出されるとはちょっと思ってなかったです、僕も正直。クエスト4もあんのか。クエストこれ何まであるんだ、そこまでちょっと出したいな。いろいろカットしつつそこまで出したいな。いやもうなんか寝よっかなと思った時に、 さっきの話の繰り返しにもなりますけど、寝よっかなと思った時にこれがねドーンってきたから、ちょっとそれはそれでびっくりですよ本当に。ちょっと待って、これあれだけ見ていい？クエストのそのポイントの報酬みたいなやつはどこまであんの？あ、意外とある。意外とあるけどな。意外とあった。で交換所のやつ見よう。交換所、ザンビザクエスト交換所あった。あー、なるほど。まあ、普通のイベントとそんな変わんないぐらいですね。これがまあ普通のイベントでしょ、前回までやった。でこれが今回のそのザンビザイベントでしょ。でもすぐ溜まりそうですね。20万まででしょ。でも俺も5万近くまで溜まってるんで、まあ、これに簡易探索チケットは使わなくていいと思うんですけど、これに簡易探索チケットブッパはさすがにもったいないんで、あのやめといた方がいいと思います。あまりなんだろう、変なことは言わないんで、やめといた方がいいと思います。振りじゃないよこれは。あ、待って、暫定故障 Z が出てきたってことは、これがラストか。まあ、あれか、普通のその特別探索みたいな感じのやつでいくと5つ、ワオ2万もらえる。でイベント3も開放。あ、チャレンジクエスト、ん？チャレンジクエストって何？チャレンジクエストって何？待って、なんかまた新しいの出てきたんだけど、このザンビザゲームに一体全体何が起きてんだ、俺はもう分かんなくなってきたぞ。チャレンジクエスト1ってやったから、まあ2、3とかまではありそうだな、そう考えたら。いやー、まさかね、1日限りのイベントっつってね、スタミナ1でこんなことやらせるっつったら言い方変だな、やるとは思わなかったな。ちょっとびっくりしました。敵もねそんな強くないんでね、結構そのまあボーナスステージみたいな、ボーナスステージっていうかボーナスイベントみたいな感じですかね。わお、3万も入る、すぐ終わるでこんなの。伝説の勇者へ、あ、そして伝説へかな、ドラクエ3のサブタイトルでもありますけどね、そして伝説へって。まあ確かにね、ドラクエ3はね、あのドラクエ1の勇者が魔王から、世界魔王というか、あの1のラスボスからね、世界の半分もらうか魔王と戦うかみたいな感じでね、いろいろ争うところで、3が確かあれですよね、その世界の半分をもらった世界線ですかね、確かの話。なんかドラクエビルダーズとかもなんかそっちの世界線のお話ねみたいな感じで言われてるんですけど、すいません、僕ドラクエあんまやったことないんでわかんないんですけど、そんな感じなのかな。いやでもそれはあれだね、サブタイトルからのただの伏線回収だから、そんなことはないんだろうな結局。ということで、おそらくラスト、いやもうこれでラストであってほしい。さあまずフェーズ1が終わって、ウェーブ2が終わって、いやもう暫定交渉 Z めちゃめちゃ出てくるやん。めちゃめちゃ出てくるやんお前。さあこれで一体終わるのか、そしていくらもらえるのか。3万2000、結構もらえる。これ確か20万ポイントまでだったからすぐ終わりそうだな。あ、ってことで終わりですね。チャレンジクエスト2位までなんで合計7、7個クエストがありますと。あー面白いな、こんなことになるとは思ってなかったです僕は。はい、そんな感じでね、ここまでね結構俺ギュッと多分いろんなところでカットしまくって編集しまくってると思うんですけど、そんな感じで、あとはまあログインボーナスだったりとか、まあその前回のね、いろんなので明らかになっているので、そちらの方をご覧くださいっていう風な感じで、でストーリーがこれで解放されて、ストーリーはもうあと皆さんで、個人でお楽しみください。はい、ということで、あのガチャの方だけ見ておきましょう。最後の最後になってしまって申し訳ないんですけども、山室楓オンリーセレクトガチャっていうのもなかなかあれですけどね。あ、それで言うとその次のイベントなんですけど、珍しいですね、フォトメモの種類というか
やつが衣装じゃなくてフリージアの制服なんですね。フリージアの制服で星5扱いなのはおそらく今回が初めてですけども、まあそれもまた別途動画出しましょう。はい、こちら1日限定1回限り優勝3000、あ俺30足んねえ引こっかなと思ったけど、これじゃ引けねえよ。じゃあまあもういいです、引かなくていいですだったらっていうことなので、まあ今まで出てきた山室楓ちゃんの、星5フォトメモが絶対1枚出るというふうな感じで、なっております。で、出現するフォトメモ全て山室楓なので、星2の山室楓、星3のあの3枚の、あ違う、星3の5枚の山室楓、それから星4の山室楓が全部出るというふうな感じで、もうなんだろう、星4も今を生き抜いてとクレジーメイドで、星3もあと星2があってっていう風な感じで、まあそのなんだろう、数の確率とはまた別で、数のその母数と星5の数で言ったら星5絶対出やすいよねっていう風な数になってるので、ちょっとこれあのもし気になる方いれば引いてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、以上で終わりたいと思います。ちょっと面白いイベントができましたね。ということで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。